しょ。今日も西成行く。今日も西成行く。お腹すいたな。こんなとこに東京力飯こんなとこにできてるやん。マジでか。たこ焼き。6300円。どうしようかな。西成行く。東京力飯こんなとこにできてるわ。東京力飯。なんかおもろしようかな。とりあえずナンバー行く。で、足立町まで帰ってきたのにまたナンバーの方向き始めたで。どうすんねんこれ。帰っても暇やしな。力飯ってお金確実に減るやん。かわいい。ババアに思いっきり見られた。気持ち悪い。ババアに思いっきり見られた。もう一回スーパーホール戻る。もう一回スーパーホール。スーパーホールやっぱりいい店よね。まあ勝率5割ぐらいだろう。どうしようかな。何杯行こうかな。何杯行こうかな。それとも玉造りのすっげえ怪しい。すっげえ怪しいマイナー店行こうかな。いまだにあの50円あのコイン借りたそのコインをあの手で移さなあかん店。あれびっくりしたわ。昭和か思った。昭和か思った。ええ天気やな。ええ天気でんな。これラクエン行こうかな。ナンバーのラクエン行こうかな。あれも人多いやろな。ナンバーのラクエンとか今日死ぬほどおんねやろな。死ぬほどおんねやろな。それでやな。閲覧だってもう閲覧上げてもアイテム飛べへんもん。もうなんか閲覧もアイテムどうでもいいかな思ってんねんけど、 YouTube のネタになる動画が撮れたらもうそれでいいかなみたいな。だからもう10分15分適当にわーってやってわーって終わる枠をいっぱい量産していっぱい量産して適当な題名つけて、適当な題名つけてで、あのアクセス数だけ稼いで。いやもう絶対無理ないから。 100% ないから。向こうが突ってきてもう警察呼ぶから。これ突ってきた警察呼んだんねん。迷惑やからって言って、あのむしろこっちが接近に警察したんねん。これ何
こ行こうかな、京橋行こうかな。京橋行ってもな、今もなんもないしな。もう南波飽きたな、南波飽きたな、南波飽きてんけど。よいしょ、よいしょ。天王寺な、天王寺な。頑張るとかないかな。伏せとか行く、逆に伏せとか行く。チャンネル登録よろしくね。いやースーパーホールのおかげでプラスやで、今日負けてないで、すごいな。播磨屋、播磨屋、兵庫県連れてく播磨屋、どこの、あの日本橋一丁目の播磨屋、あそこゴスロじゃない、ゴスロ家に行こうか。あの地元の店帰ってゴスローとか、ゴスローやったら負けても悔しくないやん。ゴスロー1000円分いったら大したコイン回せれるで。200枚回せれんで。ビッグ1回分やん、ほぼビッグ1回分やん、200枚。弁天屋ってどこプレミオ出えへんやん、絶対出えへんやん、プレミオ。日本橋マリア、マリアってどこ。プレミオ行く。プレミオもええ加減クソ店やで、あれ言うとくけど、マジクソ店やで。最近プレミオも換金してないわ俺。兵庫遠いわ。チャリンコ、もうレクサスはないんやで、もうレクサスはないんやで。ほんまに絶対嘘やし、絶対嘘やし。プレミオがそんな全仕事とかするわけないし、プレミオ、ベタピンのプレミオが今日やったところで多分2やな、ね、2やな、ね、ましや全仕事なんか入れてもったら、プレミオに全仕事なんかしてもたら誰もどかへんやん、誰もどかへんやん。マルハン行きたいな。マルハン最近勝率ええからな、俺ちゃん。マルハン難波新刊のおかげで勝たしてもらってるからな最近、うん、もうあかんと思ってマルハン行ったら1万円買ったりするからな、うん、プレミアな。アトム60枚交換の最低点や、あんな設定6なんか1台もないのに設定4がなんかあるかないかぐらいの、しかも客付き悪いからどれがどれかも分からへんような台で、それなのに6枚交換よ。60枚で1000円やで、終わってるやろあの店。なんかくれた今、ちょっと待って。バンブーさんメガハザス シティプラザって何、それ知らない。ちょっととりあえず今あのプレミオ向かって持てるけど、もうすでにプレミオなんかに向かって持てるけど、いいのこれ。プレミオはいかん方がええと思うねんけど。人参、あ、人参です。画面見れてないからちょっと自己申告して。マルショーって何、マルショーってどこ。こっち向けてちょっと画面見るようにするわ。あ、どうしようかな、ナンバー戻ろうかな。行くのでパチンコするぐらいだったらナンバー行った方がええような気がするんだけど、電車代かけてナンバー行った方がまだマシなような気がするんだけど。コマ文英コマ。あれどっちかはもう潰れたんじゃないの、知らないけど。ああ庄司の天一っていう手もあるけどね、あそこ設定悪いけど、なんか知らんけど俺ちゃんあそこは勝率いいのよね。設定は悪いけど全然設定いい台ないねんけど、
明らか設定位置の台でビッグばっかり連チャンしたりするから、どう見ても設定位置やねんけどみたいな、そのくせビッグ連チャンすんねんみたいな、マジでそうなの。でももう5月やしこれ左行ったら桃谷やから、あの鶴橋の、 あの123に行けんねんけど、もう123行きたくないから行かないですけど。今ちゃん沖縄だろ、今ちゃん元気してんの。1回しかおったことないけど、1回しかおったことないけど朝までおったから。マジで？ほんまに？ほんまに？ほんまに？ちょっと遠いねんけど、でもコマ平野やん、あれ平野遠いねん。しかも平野の神の南の方やん、神南やん。え、さっきのプレミオ半死頃、全死頃はどこ消えたん？プレミオ全死頃の話はどこへ消えたん？コマの方が良くなってんで、今話の流れでしょ。まあ、どっち行っても勝てる気はしないんだけど、行くの平野でスロットで勝てる気はしないんだけど、どこ今日何ぼやろ、2000回ぐらいは回してんじゃない、2500、3000、あ、3000回してるかも。だってあの200分の1の台を何回揃えたんか知らんけど130分の1まで引き上げてるし、最初のヴィーナスギャラリーも全のまれするのに少なくとも1000回は回してるから、あそこの店だけでも千数百回回してるはずやから。いやでも今日トータルで1000円買ってるのがすごい奇跡なんだけど、なんか悔しいけど腹立つけど、1000円買ってるのはすごい奇跡よね。もう絶対負けパターンやん、そんな普通に考えたら。あそこで維持に並んで、そう、あのヴィーナスギャラリーであかん時はスーパーホールに逃げるっていう、このパターンはすごい、あの俺ちゃんの中であの王道で、ヴィーナスギャラリーで1万以内の負けで抑えたのもでかかったし、であのスーパーホールで勝ってるところで帰ってきたっていうのも すごい良かったと思う。たまたまじゃないけど、まあ立ち回りがね、まあ、うん、まあやめときもちょっと早かったような気もせんでもないけど、120ゲームごときでやめて、その後すぐ岡マホラー行けるし、うん、まああれ多分上3つなんだろうな。200分の1で捨ててあった台が実は上3つってすごいよ。まあでも一番へこんでるところから、とりあえずあの機械のプラマイゼロっていうかちょいプラのところでやめてるから、まああんなもんじゃない。ヴィーナスギャラリーの負けがなかったらプラス2万やかな、今日プラス2万も出てへんか、プラス1万ぐらいか、7000、6000ぐらいか。はあ、ちゃう、8で6000円負けてば7000円。1日1万勝つの難しいな。勝ってる瞬間に帰れたんやけど、勝ってる瞬間に帰られへんのよな。あまりにも早くに、前半、あそこで10ペカまでぶっ飛ばしてくれたらよかったけど、6ペカで止まったからな。ビッグさん、レギュラーさんでピタッと止まってもたから、あれが痛かったな。あの後ハマってレギュラーで、最後またハマって400ハマりを2回食らったのは、
行くののプレミオ、平野のプレミオ絶対行かないから、平野のプレミオは絶対行かないから、あそこあそこクズだから、あそこクズ店だから、北辰巳のプレミオっていうか今大池橋やけど、大池会館覗く絶対出てないで、言うと絶対出てないから、大池会館、大池会館で買ったことないんだから俺、大池会館の監禁所知らんもんだって俺行ったことないもん、監禁所、監禁所までたどり着かないから、大池会館。あ、行く？じゃあ見に行こうか。今ちょうど大池橋の交差点やから。忍者具なんか、あの忍者具なんか置いてんの？え、検定切れてない？大丈夫？大丈夫？大池会館大丈夫？三鶴航空、どうも閉店でございます。三鶴航空って開いてんの？開いてんとこ見たことないんだけど。三鶴航空が開いてるとこ見たことないんだけど。大池会館。車輪工置き場どっちだったかな？裏か。あそこか、あっちか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ今日勝ってるから余裕でいけるけど、これ負けてたら絶対いけへんよな。こんなとこにチャリンコある。いっぱい出ます？あ、出ます？あ、大黒町置いといていいよ、荷物別に。出張るらしいからちょっとそこ止めさせてもらおう。あー疲れた。あ、すみません、どうも。パチンコの駐車場やん。せやろな、待ってると思うで。2軒目なん奇跡で買って帰ってきてて、しかも3軒目大池会館ってこう負けに行ってるやん完全に。あ、こんなとこに監禁所あったやん、知らんかった。へえ、何枚交換かもしらん。